今日は2018年12月7日12時16分ですね。朝日新聞の一面には、水道を民営化するための改正水道法というのが昨日成立しましたよという話ですね。で、野党は反発していて、この水道を民営化することで、失敗した外国の例がいっぱいあるのに、まあ、そのことがちゃんと学習されてねえんじゃねえか、混乱が起きるんじゃねえかという話ですね。まあ、企業に金儲けしましさせましょうという話で、ただまあ役人にやらしておくと無駄が多いというのが、まあものそもそもの原因なんでしょうけどね。それから入管法が今日成立しそうだということで、さっきテレビで見てたら、牛歩戦術やってるんですか。私はああいうの嫌いだね。よくその内閣不信任案とか、それから誰々の解任案とか出して、それで結局否決されるの分かってんだよね。野党人数が少ないんだから。にもかかわらずそういうことをやって、国会の時間を潰すというのは、私は非常にね、腹立たしいんだよね。欺瞞的だと思いますよ。だから今自分たちはこの法律を作ることに対してどういう理由で、反対していて、どういうふうにすればいいと思っているのか、そういうことをね、極力時間をそれに使ってですよ、国民を説得する。それから私は思うんだけど、この政党政治の欠陥というのは、一回政党の中で決めたら、反対勢力が何を言おうが、もうそれを変えないということね。だからきちんとね、理由をしっかり述べて、それを聞いて、ああなるほどなと思ったら、政党内での決まりを破って、それぞれの国会議員が自分の意思で野党の意見に賛成するという場面があっていいと思うんだよね。それが私見たことないよね。ないんだね。そうやると政党政治として成り立たない、まあそういうことなんですかね。私はそんなはずはないと思うんだよね。まあ、政党というものを作って、政党の中で意思決定して、そしてそれをもとに国会を運営していく。なんでそれがいいかというと、時間を目いっぱいかけてお互いの中で議論ができるから。でも本当にその議論してるのかね。どうも結局多数で決めたことにみんなが従って、それから先はもう考えなくていい、だってうちの制度で決めたんだから、そういうなんていうかね、間接民主主義の弊害というものは常に感じるわね。で、2面には総理大臣がこの入管法のことに関して従来の答弁を連発して、野党側の質問に明確に答えない。外国人労働者の実態というものが全然政府の調査の中では明らかになっていない。嘘ばっかし書いて、最低賃金以下で働いていた人たちが7割以上いたのに、政府側の発表だと 0.6% だと言ってる。めちゃくちゃじゃねえか、まあ、そういうことを追及するんだけれども、首相の答弁というのは木で鼻をくくったような答弁を繰り返し繰り返しやる。それでいいと思ってるんだよね。だから本来であればですよ、この総理大臣が国会で質問に答えて答弁するというのは、国民に対して自分たちがやろうとしている政治の内容についてきちんと説明するという場ですよね。これこれこういう理由でこういう法律を作って、こういうふうなことを実施しようとしております。で、皆さんそれに同意してください。で、皆さんから選挙で選ばれた国会議員がここに集まっていますので、その人たちが皆さんの代わりに賛成してこの法律が成立するんですよというふうに
ちゃんと説明するべきであるにもかかわらず、この政党政治の欠陥というのは、もう一回自分たちが政党を作ってそれが多数を占めたら、国民がその時にしっかり理解していようがしていまいが、自分たちで決めたことがまかり通るんだってやってしまう。で、国民もそういうもんだというふうに思って、それ以上それはおかしいでないかと言わない。本来政治というのは国民一人一人が国の運営というものに責任を持って立ち会っていかなければいけない。それが民主主義というもののはずなんです。いや、俺らはようわからんから分かるやつに任せてんだ。ようわからんけども俺に金くれるやつに投票してそういった人になったんだから、そいつらが決めた通りにやればいいんだ。情けない話だね。ぼーっと生きてんじゃねえよ。まさにそういう状況が今の国会運営のあり方じゃなかろうかと私は思うんだよね。一人一人の議員がですよ、相手側の反対勢力の議員を根拠を示した弁舌で説得して、相手側の議員はそれに動かされたら、なるほどそうだと思ったらそっち側に投票する。ベースとしては政党の中で議論してこういう方針でやるんだということをやってもいいんだけど、その政党の中で議論されていないような事実が持ち出されて、それが示されて、そういう場合にはですまた政党の中で議論し直すとかね、いろいろやらなければいけないはずであるにもかかわらず、今の現状というのはそうじゃないよね。もう一回決めたら。そして何よりも国民を説得しようとしていない。総理大臣に関しても、それから野党に関してもですよ、なんとら不信任案というのを出してそれで時間潰してんじゃねえよと私は言いたいよね。そんな時間があったらもっと国民を説得して、皆さんこれこれこういう大事なところで今の政府がやろうとしている政策、施策、それから法律を作る方法というのは間違ってますよ、皆さん私たちに賛成してくださいということを、国民が行動を起こしてデモを起こすようなことが起きるように説得しなきゃいけないよねと思うんだよね。だから何たら不信任案とか不当選挙とかももう欺瞞以外の何者でもない。我々はこれだけ一生懸命やりましたにもかかわらず相手が悪いんで強行採決されてしまいました。けしからんですよね。情けないったらありゃしないですよね。そういうことです。Thank you.